こんんにちはフフィギュアスケートファンの皆さん羽生結弦選手に対する熱い思いを胸に彼の最新の活動に関する詳細なレポートをお届けします彼がリンクの上で見せる圧倒的な技術や表現力に加え彼が社会へ届けるメッセージや支援活動についても多くの注目を集めていますしかし今回の放送内容や彼の思いに触れる中で多くのファンが抱えるもっと知りたいという欲求や 活動に直接参加できないいもどかしさを感じているので、はないでしょうかまず、先日放送されたニュースエブリでの羽生結弦選手の特集、伝えたい思いについて、彼がリモートで、のと地域の方々と交わした真剣な対話が印象的でした。9月のチャリティー演技会、春よ、恋を通して羽生結弦選手は、この苦しい状況を乗り越え、前に進む力になりたいという願いを込めて演技しました。その演技はは単ななるパフォーマンスではなく 彼の深い人間性と困難を抱える人々への強い思いが感じられるものでした。特に、ハニュー・ユズル選手は震災で苦しむ方々に対する理解と支援の大切さを改めて訴え、野と地域の人々のための支援が継続するようにと願いを込めました。このメッセージに多くのファンが共鳴し、彼の思いを自分たちのこととして受け止めたことでしょう。 一方で、多くのファンがこのインタビューの放送を心待ちにしていましたが、楽曲権利の関係で公式 YouTube にアップロードされないことがアナウンスされ、残念に思う声も多く聞かれます。しかし、ファンの強い要望に応える形で、放送された映像の内容が記事に起こされ、詳細な書き起こしとして提供されました。この迅速な対応に、多くのファンが感謝の意を表しています。 少しでも多くの人にこの放送を共有したい羽生結弦選手のメッセージを通じて支援の輪を広げたいといった声がファンの間で高まっている様子がうかがえますさて羽生結弦選手の活動はフィギュアスケートだけにとどまらず今後の広島公演や埼玉公演といったエコーズの公演に向けた準備が進行中です特に埼玉公演はチケットのリセールも始まりチケットを手にする機会を得られなかったファンにとって再び訪れたチャンスに胸を躍らせています 公演の日が迫る中、羽生結弦選手は多忙なスケジュールの中で準備を進めており、体調にも気を配りつつ、最高のパフォーマンスを届けようとしています。ファンとしても、彼の無事と健康を願わずにはいられません。そして、ファッション誌「銀座特別号」でのグッチとのコラボレーションも注目を集めています。羽生結弦選手が特別に取り下ろしたファッションストーリーリや、 ギフトをテーマにしたロングインタビューが収録されており彼の新たな一面を知る絶好の機会となっていますこのように羽生譲選手はフィギュアスケートの枠を超えてファッション界でも輝きを放っています彼の存在がスポーツやアートさらにはファッションまでをつなぎさらなる影響を与えていることにファンも感嘆していますまた広島と埼玉でのエコーズ公演に向けたチケットの抽選が開始され宿泊先の予約も急増しています。 この動きは羽生結弦選手への関心が依然として高いことそして彼を応援するために全国からファンが集まってくる様子を表しています公演の公式 HP 選考抽選受付も行われチャンスを逃さないように多くのファンがエントリーしている様子が見受けられます最後に羽生結弦選手を応援するファンの皆さんへ彼が届ける一瞬一瞬のパフォーマンスその一つ一つが私たちにとってかけがえのない贈り物です ズルのスケートを通じて得られる勇気や感動それらを胸に刻みながらこれからも彼と共に歩んでいきましょう彼の挑戦を支え共に未来を描くために私たちの応援の声をさらに強く届けていけるようこれからも羽生結弦選手へのサポートをどうぞよろしくお願いします